ゲームの内容で見れば、この前の山形戦で言えばシュートがあの内容で10本というのは不満です、正直ですけれども、相手のペナに入っていく回数であったり、まあ、あの相手はあれだけ足をつって試合を中断させたわけですよね。で、我々はもっと早くフットボールをしたいのを、相手はそれをやらせたくないっていう場面がもう後半随所に見られたっていうのは、我々が望む試合だったので、全否定するものでは全然ないと思います。ただ前半がやっぱり良くなかったこと、ああいうサッカーを前半から我々はやることが一つの課題だと思いますから、ああいうサッカーをして勝てなかったっていうところのこうをしっかり持ち直すことがまず一つ重要だと思います。あともう一つは、まあ公の場なのであんまりちょっと詳しく言えないですけど、まあなかなか選択肢が、多くなくなってきているのは現実で、だからこそ、全員でこのチームをやってきたんだっていうのを今見せられる時だと思いますし、逆に、まあ工夫が必要なので、必要だからこそ、そういう状況だからこそ、まあ新たな一面をひょっとしたら見つけられるかもしれないなというふうに思っているので、まあこれだけ今選択肢が少なくなっている状況を、まあいい危機感に変えて、新しいものを発見すると、まあそれも、まあ今のこの状況を乗り越える一つの、まあ大事なキーワードかなというふうに思います。まあ組み合わせもそうですし、ポジションもそうですし、まあ危機感もそうですし、まあ人間困った時におそらく一番新しい発想ができると思うので、まあ選手もこういう状況でこう腹を据えてというか、覚悟を持ってやってもらえるんじゃないかなというふうに思います。もちろん次のね、水戸戦というのは、水戸対策というのも重要にはなってきますけども、まあ自分たちが、まあ結果として連敗になっているので、何ができていて何が足りないのかというところを明確にすることが一番重要だったと思いますし、まあ前半と後半で全く違うチームに、まあ自分たちでしてしまっているというところが、まあ積み上げてきた中で、そこはどこに起因するものなのかというのを、まあスタッフとも論議しましたし、選手にどう伝えるかというのをかなり練りながら今日までやってきました。そういう意味では、こう水戸戦の対策というのはある意味ほとんどやらず、自分たちのがどう歩むべきかというところですね、ここに重点を置いてきました。我々がどういうチームになりたいかっていうふうに考えたときに、もちろんサッカーのこう普遍の常識というか、というのはありますし、サッカーのセオリー を逸脱するわけではないですけども、ただリスクを負わないと何かを、まあ特徴的なチームになることっていうのはできないと思っているので、まあ我々の中でのこうアグレッシブっていう単語はもう絶対外せないものなので、そのアグレッシブさを追求した時にこう起こりうることっていうのは、会見でも言った通り、こう冷静さを持ってどのように対処するかというのを共有しましたけれども、そういう場面もあるよというぐらいのメンタルが必要で、もちろん前から我々は奪いに行ってそこでフットボールをしてもう一度こうゴールに向かいたいですけれども、そうならなかった時に慌てないということですよね。自分たちでどういう対処をするのかと、前から行くからこそこういう場面があるって思いながらやることが大事で、何か前から言ったことが失敗したとか、うまくいかなかったっていう
ふうな感じで対応するとおそらく、後手を踏んでしまうと思うので、まあ、そこはみんなでいい共有ができたと思いますし、もう一つはアグレッシブにいくっていうのは誰かが一人そういう思考がなくなったり誰か一人がまあ自分はこれぐらいでいいかなと思った時にリスクっていうのは自乗倍になるということを、まあ、みんながここでもう一度認識しなきゃいけないなというふうに思います。まあちょっと重なるかもしれないんですけど、まあセオリーにのっとっていったりリスクを考えていくとおそらくどこにもあるようなまあいわゆる金太郎飴みたいな作家になると思うんですよ。でそれを新しいベリティを作るのにそこがメインになるのかというところと彼らの成長がおそらくは結果に反映されてくると思うので、彼らの成長をどういうふうに促していくかってなった時にまあリスクを負いながら、アグレッシブさをリーグ1、このチームあるなっていうことをね示しながら結果を出していくということがおそらく彼らはそのサッカーに手応えを感じるでしょうしまあ楽しいと思うでしょうしもっと言えばリスクを背負いながら勝ち点3を勝ち取った時の感激とか一体感っていうのは何にも変え難いと思うので、感激っていうこう抽象的な言葉っていうのはまあ、自分たちの信念を貫くリスクを背負って貫いて仲間全員でその結果を勝ち取るっていうプロセスで初めて生まれるものだと思うので、何かをすればムービングフットボールが自分たちの思いがけたものがっていうよりは、信念を持ってやり続けることだと思います。水戸は非常にアグレッシブなサッカーをするなという印象があります。その前からもプレッシャーに来ますしラインも高いですし、中盤の選手は本当にフリーにするといろんな選択肢を持てる選手たちがいるなというふうに思いますね。特に前節の大分戦なんていうのは、フロックでも何でもなかったし最後なんていうのは 2-0 で終わって全然おかしくなかったので、彼ら の全員でハードワークするところと、中盤でフリーになった時のこう狙う居所、そこのアイデアっていうのは非常にレベルが高いというふうに思っているので、自分たち がやりたい守備をしながら、相手陣で、押し込まないとちょっと受ける時間が長いと、前線もね、特徴を持ったタレントがいるので足を振らせないようにしなきゃいけないなというふうに思います。とにかく自分たちが今のもちろん連敗している状況っていうのもそうですけれども、チームのまあ難しい状況なんですね。正直人数もギリギリなので、だからこそ、新しいものを生み出すっていう気持ちとだからこそ全員でトレーニングをやってきて、このチームの一体感というものをこう押し出してきたものを、ピッチの上で表現できるチャンスが逆にこう出てくる選手がいるわけで、そのパワーに期待したいですし彼らのパワーを最大限出すことが自分の仕事なのかなというふうに思います。前回水戸まで行って試合の会場まで行って悔しい思いをしたサポーターもいらっしゃったのは承知しているので、そういう思いも含めてあのスタジアムでしっかり今の状況を打破するべくこう気持ちを出したいなというふうに思います。